停車機は回る。福島県柳川町。映画が斜陽と言われて久しいが、この町に今なお懸命に映画の日を守り続けている映画館がある。明治16年に建てられ、芝居小屋としてスタートした広瀬座がそれだ。この映画館を守っているのは、ばあちゃんの新井捨代さん、母ちゃんの千恵さん、嫁さんの智子さんの女性3代。6年前、たった一人の従業員だった映写技師がいなくなってからは、千恵さんと智子さんの2人が交代で代わりを務めている。入場者は一日平均5、6人。一人も来なくて休館になることもあるという。フィルム代にもならず、まさに 100% 赤字経営。84歳になるおばあちゃんは。その頃にヘリバシンとかネシンとか減ったんだからね。今だって言うんだから、ばあちゃんよ、今日は二人だね、なんて言うんだお客様。ほんだって言うの。だったって仕方ない商売となります。一人でも二人でも商売となれば、いつか言うこともあっから、心配すらんな、やってみせっからなんて言うて笑ってんだよ。税務署も呆れる完全赤字経営の広瀬座を支えるのは、父ちゃんの昇さんと息子の貞夫さん。16年前から映画の斜陽化を見越して、現金収入のある清掃業を始めた。毎週火曜日に開かれる家族会議。次週はどの映画を上映したらよいかと、夜遅くまで熱っぽい話し合いが行われる。映画を愛する家族みんなの見事なチームワークで、広瀬座は今日も上映中だ。